今回はしっかりとおはようございます。前日のレンジャー村上です。本日は長崎県の旅良港を出発して新青丸さんを利用して二上島に秋のヒラマサを狙いにやってきました。で、今回アイアンマンとアドレスを使用して、プラグだったりジグでヒラマサをしっかりとキャッチできるように今日一日頑張ります。よろしくお願いします。今乗ってるポイントなんですけど、小蓋と親蓋っていうやつ、島が2つあって、親蓋の人魚という背に乗ってます。で、こちらの今からやるポイントとしましては、今は多分まだ右から左の方に潮が流れてて、で6時半が干潮になってくるので、浅いシャローエリアに差してくるヒラマサを、プラグをメインの釣りでやっていこうと思ってます。で、2週間前に来た時にはこのぐらいの小さなイワシが結構接岸してたので、小さめのジグも準備して、ナベラが湧いた時にはそういう小さめのジグとかを投げてやっていこうと思います。ではちょっとずつ明るくなってきたんで投げていきたいと思います。今日は頑張ります。シャローポイントなのでプラグを引くのがいいんですけど、地形がどんな感じなのかっていうのを探って、そこから日が出たタイミングでしっかりとプラグを操作できるように、地形把握のためにちょっと今ジグをしゃくってます。シンさんヒット！よいしょ。このポイント浅いので、今回、B の5号にリーダーの100ポンドを5キロ入れてたんですけど、ラインブレイクしてしまいましたけど、朝から反応があったのでしっかりと頑張っていきたいと思います。悔しい僕はロングジグですか？ロングジグですね。何グラムですか？80グラムのジグ。水深が多分結構浅いんですよ。30メートルない、30メートルから多分20メートルぐらいの結構シャローエリアなので、80グラムのジグをちょっとふわふわという形で今やってました。中層ですね。で、一回ちょっとモソっていうちっちゃい当たりがあって違和感があったので、そのまましゃくり続けたらしっかりゴンと乗ったので乗ったんですけど、手前がやっぱり出てるんで、ちょっとすれてるのは分かったんですけど、ちょっとやっぱりリーダーをちょっと長めに入れてるので、ちょっと大丈夫かなと思ってパワーファイトしたらちょっと切れちゃいました。もう一回同じロングジグ系と同じような形でサイドもう一回狙っていこうと思います。でまだ多分魚はいるはずなんで、次はしっかりとキャッチできるように頑張ります。でもうちょっと明るくなってきたからフラグを引くか迷うんですけど、一回魚の反応があったらもう一回ジグでやっていこうと思います。ベイトがちっちゃいみたいなんで、ちょっとポッパーで泡をまとわせながらアクションして魚を取れたらなと今思ってポッパーを引いてます。至る所でちょっとちっちゃいベイトが湧いているんですけど、ちょっと反応がないので、ちょっと今プラグでポッパーで泡をまとわせながら魚を騙すようなアクションをやってます。で今使っているロットなんですけど、アイアンマンの 94HD に、アドレスの 16000P に、今日は大型のプラグを使うっていうのを想定してきているので、リーダーをP を8号でリーダーを150ポンドを入れてきてます。なのでこの浅いシャローエリアでこのアイアンマンとアドレスパワーがあるので、ここはガチンコファイトをしたいと思いますと言いたいところなんですけど、魚がまだ出せてません。頑張ります。よいしょ。まずはトップからやっていきたいと思います。ナチュラル系のアクションの方に変えてみたいと思います。ベルトがでしょこんなです。もう1センチ2センチぐらいのちっちゃいマイクロベイトなんですけど、食った。あれなんかあんま引かない。お、引き始めた。メディゴでした。よいしょ。よかった。ちょっと遠いんですけど、ヒレナガカンパチが釣れました。練り魚サイズなんですけど1本キャッチできました。体高のあるいいヒレナガカンパチを釣ることができました。でこちらのなんですけど、ちょっとプラグを一生懸命頑張って引いたんですけど、ちょっとトップの反応が悪くてジグに変えて、ちょっと今見えてるちょっと絞りらへんをボトムにしっかり1回つけて、ボトムからあんまりしゃくり上げない7しゃくりぐらいとかぐらいでこうちっちゃく刻んで丁寧に探っていったら、ちょっとそこの上らへんで食ってくれました。いやー、朝1匹目かけたんですけど手前でちょっとばらしちゃったんで、今回はしっかりとファイトして、まあサイズはちっちゃいんですけど1本青物をキャッチできてよかったです。でまだ多分今から潮が動き始めると思うんで、ここからもっとサイズアップをできるように頑張っていきたいと思います。よかった。時間帯にやったらそこの手で切られて、これはもう投げてはいるんですけど、なかなか。人魚の方から体の方に背代わりをしてきました。で今下げが止まるギリギリの時間帯です。なのでしっかりとルアーを動かして釣っていけたらなと思います。で、周りにベイト反応があったりとか反発でのボイルがあるのでヒラマサはいます。それをしっかりと釣っていきたいと思います。潮は左手から右手側に流れていると思うので、ちょっと頑張っていきます。でこの唐戸岩には自分ちょっと思い出があって、ヒラマサを最初に釣ったのもこの唐戸で、青物を釣ったのも昭和で初めて青物を釣ったのもこの唐戸で、唐戸とはちょっと相性がいいので、あとまあ360度が狙える一級ポイントなので、このポイントはしっかりやっていこうと思います。あ、潮はいい感じなんですけどね。うわ、北見さん奥でバシャバシャやってますよ。あ、分かってる。あれ注意事項なんですけど、この唐戸岩っていうのはちょっと岩のりが前面に生えているので、ちょっと滑りやすい状況になってます。なので足元には気をつけて釣りをしましょう。まあ自分は現時点で2回こけてます。しっかりと気をつけて釣りします。本日使用したタックルは、昭和ジギングのアイアンマンをメインに、本日は釣行を二上島で行ってきました。でタックルのご紹介をします。メインで使ったタックルが 94HD にアゾレスの 16000P で、こちらは今日は 24cm クラスのフラッグから 150g のジグまでと幅広く使用したロッドになってます。で自分がよくメインで使うロッドがこの 94HD になってます。で今日合わせたリールはアゾレスの 16000P に P の8号を使用したちょっとヘビーなタックルで、大マサタックルにちょっと組み立てたロッドと、あとアイアンマンの 101HD にアゾレスの 16000P に P6 号を組んだ、こちらプラグ用として持ってきたロッドになってます。で 94HD、101HD、こちらの HD シリーズなんですけど、ヘビーなジグだったり大きなプラグを使用するために作られたロッドになってます。でメインは 94HD の方はジギング、 101HD の方はプラグという、まあ、大きくはこの2機種で分かれてます。今日もう一つ試乗したアイアンマンの 97HH と 102HH と WH のシリーズにジギングの方は 8000P アゾレスの 8000P とプラグの方にアゾレスの 10000P を使用して実調を行いました。 102HH、WH の方は非常にティップが繊細で柔らかいので、小型プラグ 160mm ぐらいのプラグから190mm、200mm ぐらいのちょっと大きめのプラグまでしっかりと引くことができる非常に万能なロットになってます。で 97HH の方なんですけど、今日は 60g のジグから、150g ぐらいのジグまでしっかりと幅広くしゃくれる、楽にしゃくれるジギングロットになってます。で今日は持ってきてないんですけど、前の調校で使った98の H は非常にティップの柔らかいで、ちょっとガイドセッティングを変えて手前2つをオーシャンガイドをつけて、先は K ガイドで先が非常に繊細なので、前使った時は 80g ぐらいのジグを丁寧に引く時には非常に引きやすかったです。で今回はちょっと使用してないんですけど、アイアンマンシリーズには103の MH があって、こちらも非常にオール K ガイドを採用しているので、非常に柔らかく、まあ、ちょっとしたミノーから 60g、80g ぐらいのジグと、まあ、ミノーだったりプラグなどで青物をしっかり取れるロットになってます。で全ラインナップなんですけど、101の HD、94の HD、102の HH、97の HH、98の H、103の MH、 こちらの全ラインナップ的に基本的にはしっかりと竿で曲げて魚を浮かせて取るというのをコンセプトに、で1日使っても疲れないっていうのをちょっとコンセプトに作ったロットになってます。なのでぜひ店頭で見かけた際は使用して手に取ってみてください。と本日メインで使用したリールのアゾレスの方なんですけど、今年の9月に発売したリールになってます。でこちらもまだ日本ではあまり導入されてないんですけど、初心者から中級者ぐらいまでで青物を始めたいっていう方には非常におすすめのできるリールとなってますので、店頭で見かけた際はぜひ手に取ってみてください。右奥に見えてるのが、コフタっていうポイントになります。あちらコフタで、こちら側がカラトで、あちら側が親フタで、ちょこんって見えてる島からちょこっと離れてるところが先ほど乗っていた人魚っていうポイントになって、春シーズンも秋シーズン青物が結構取れる、ヒラマサが取れるポイントです。で、長崎の田平港から約40分ほどで着くので、アクセスも良くて釣りの環境としては非常にいい、ポテンシャルの高いポイントです。頑張ろう。多分沖の方で 40m から 45mぐらいの多分深さはあるんですよ。で流れ的に今こう流れてってるので、いつもだったらもうちょっと反応あるんだけどな。あってあってちょっと離れたところの瀬があるんですよ。でこっち側は多分こういう形で、ここも背があるんですよ。ここはもうこのまま地続きっていうかなんで、ここにいつもだいたいヒットパターンここなんですけど、自分の背があって流れの上流側に投げてナチュラルにジグを引っ張ってするのがいつもの釣り方なんですけど、今日はなかなかそのパターンにはまんなくて苦戦中です。大きく、まあ、20しゃくりぐらいまでしっかり巻き上げて、そこからもう一回フォールさせるっていう形で、結構幅広く、そうボトムを取ってから結構上まで上げてます。多分もう潮が止まる頃なんで、チャンスタイムは今からかなって思ってます。これ絶対滑るんですよね。うん、来る。出た、今出た。うわー、すごい。スローシンキングさせてからのちょっと強めにスイッチでバーンってスイッチ入って食ってきたっすね。うわー、悔しい。自分さっきのやつはちょっとシンキングタイプのルアーを使ってたので、水中でちょっと軽くトゥイッチングみたいな形でちょんちょんちょんっていう形でギューンって泳がせた時にゴンって重みが乗ったので、これは多分チャンスタイムですね。一日中朝からずっと今12時を回ったところなんですけど、なかなか一日厳しいですね。でベイトもやっぱりこのちっちゃいサイズだったり、人魚の方だともうちっちゃいマイクロウェイトなので、ちょっと反応が悪いですね。でさっき今ちょうど潮止まりぐらいなんですけど、その前まではトップにヒラマサが反応してきてた時間もあったんですけど、それをかけるフックに当たったんですけど、キャッチすることができなくて。まだあと1時間半ぐらいあるので、魚が反応してくれることを信じて頑張ってしゃくります。うわっ、そこ？始まった、バードチャンス。でかいけどおお、向こうもだ、右の方に。おお、近い近い近い、目の前。いけるいける、落ちる落ちる、投げる。もうちょっと来い、もうちょっと来い。いいよ、高校的にいいよ。あー、左。いい動きなんですけどね。次、ナブラが湧いたら動かさずに止めます。このフラッシュブーストで本当に空間やってみよう。燃えてる。うわー。なんだよなんだよまだやってる、まだやってる、まだやってる。あ、右も届く、右届くね。スーパーナブだ。